心ンンの動きがあの完成したかなと思うので、宇宙人来ちゃったよみたいな、そんなノリになるぐらい今回4戦目、初めての10回戦、間隔は半年間ありましたけれども、どんなことに取り組んで、こうご自身、どんな手応えがありますか、はいえーとまあ、だいぶ期間は空いたんですけども、まあ、その中でも本当、いろいろなことをやりましたね。あの 前回の3戦目であの大体の形が決まったのかなと思ってたんですけどそんなこともなくて、まあ、やっぱりその何空いた半年の中でいろいろなあの、まあ、短距離の打ち合いだったり中距離、長距離すべての動きをやってきてでも最後の最後でしっかりとそれがバチッと止まって、まあ、完成してなんかあの、まあ、本当に。 ボクサー、まあ、ボクシングなんですけどボクシングの動きをしない本当、ーテン天心の動きがあの完成したかなと思うので、まあ、そこをしっかりとあの楽しみにしてみてほしいなと思います、はい、あのかなりいいスパーリングができたと聞いていますけれどもそのスパーリングから得たものってのは何かありますかうんまあスパー、そうですね。結構今、まあ、今回あの今まで一番レベル高い スパーの相手を呼んでやったりもしましたけど、まあ、スパーだけじゃなくこう本当に日常からですね、得るものが大きかったんで、まあ、スパーもそうですし普段んのまあ一つ一つの歩き方とか人と関わることとか、まあ、そういうこと全てをなんかこの格闘技に持ってきてあの自分のスタイルに取り入れたっていう感じです。はいはい 相手のジョナサン・ロドリゲス選手を見ての印象と、まあ、あのおそらく今までで最も一発のある相手だと思いますけれどもそのことに関ししてはいかかがでしょうかまあもちろんその強い相手っていうのは分かってますし、まああのね、顔を合わせましたけど気合いも入っててすげえいい顔してたんで、まあ、あのどんな試合になるのかは、まあ、当にならないと分かんないですけど、まあ、本当、あのしっかりとすべて 整えてきたので、あの心気持ち、えー、体すべて整えてきたので、まあ、それをしっかりと見てほしいなと思ってます。はい。でテーマはあの場の支配と聞いています。あの慶応への期待もありますし、タイトルマッチへの資金積ということもありますし、こ今回はどんな姿生き様見せていただけるでしょうか。 初めて10回戦はやるんですけど、まあ、そこはそ特に意識してなくて、まあ、やっぱり本当にまああの対戦相手もそうですしあと見てくれるお客さんとかもそうですし、まあ、その場にはいない Amazon プライムで見てくれてるもそうですし、まあ、そういう人たちの何か。まあなんか 応援してくれとは言わないですけどあのあなんかこいつやべえなみたいなちょっと宇宙人来ちゃったよみたいなそんなノリになるぐらいこう異世界に来てるみたいなそういうふうにあの支配場所を支配してなんかちょっとこう脳の片隅に残るようなそういったあの、まあ、戦いをし,したいなと今回は思っています。はい wba4 位のシングルランカーを ko で倒すことになりますと、これは非常に期待も高まってくると思いますが、いかがでしょうか？ま、それも,も考えてますよね。あのまあ、でも本当に場の流れなんで、あのそこはしっかりとこう流れの中で倒せればま観、あ、ながらでしっかりとやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それでは相手のジョナサンロドリゲス選手にお話を伺います。これ初めてのアメリカ外での試合になります。けれども、現在のコンディション。あとは Well, my condition is great. Um, I don't feel too much of a difference. You know, being my first time outside of the United States, and you know, we we got ready all around. You know, I took this fight like like if it was a world title fight. You know, I I don't take any fight lightly. I don't look. I don't overlook at any opponent. You know, I'm just here to fight and do what I do best. えっと、コンディションは大変素晴らしいです。初めてのあのアメリカ以外での試合になりますけれども、そこまで大きな違いは感じていません。でも、オールラウンドに練習してきましたし、この試合もあの、まあ世界戦のような意識で受けています。いつでも、どのような試合でも、その試合そのもの、そして相手を軽んじることなく真剣に取り組んでいます。 相手の那須川天心選手はスピードもありますしそしてテクニックも非常にある選手ですけれどもどんな戦いをイメージしていますか、um, yeah, uh, え a, a えっとままあ質問にに答える前にまずはあのこの試合を組んでいただいてそして私をここまで連れてきてくださった関係者の皆様に感謝そして、神にも感謝したいと思っております。ということでえまあもちろんあの那須川選手はもあのおっしゃる通りスピードもあって素晴らしいボクサーだとは思いますけれどもこの試合を受けてここにいるということは自分自身も同じ同等にそれ以上に強いボクサーだと信じておりますのでそれを見せたいと思います。 あの元世界チャンピオンを一撃で倒したあの右のパンチっていうのは、那須川選手に当てられると思いますか well, あのよく質問などでも右のパンチというところが注目が集まっているようなんですけれども自分はオールラウンドファイターですなので、まあ、右というように言われますけれども何が当たるかというのはその時にならないとわからないですし自分自身がやるべきことを遂行できればもちろんいい試合になると思いますしパンチも当たると思います最後になりますけど WBA の挑戦者決定戦で負けてしまってからの再起戦になりますけれどもジョナサン・ロドリゲス選手にとっても Um, you know, uh, to to be the best, you gotta fight the best. You know, I fought a great fighter in my last fight. I fell short, and um, there's, you know, I'm coming into this fight. You know, uh, uh, confident. I'm I'm ready for the fight, and there's no doubt in my mind that I won't come out of here with my hand raised. えっとまあ、最強になるためには自分自身がベストになるにはベストを倒さなきゃいけないというのは皆さんご存知だと思います前の試合は惜しくも敗れてはしまいましたけれどもこの試合とは無関係でありこの試合にはもちろん自分自身のは自信を持って挑,挑もうと思っておりますそしてもちろん勝つということは何の疑いもなく思っているからこそ今ここにいますありがとうございます